ペルービアン・インカ・オーキッドペルービアン・インカ・オーキッドとは、ペルー原産のヘアレス犬種である。別名は、ムーンフラワードッグで、インカ・オーキッドと縮めて呼ぶこともある。ペルービアン・ヘアレスドッグと途中まで歴史を共有する。古代、バンカ族から、インカ帝国に渡ると食用犬から貴族用の、高ステータスのペット犬として転職した。そこで、肌の色によって2種類に分化して、 肌の色が黒っぽい方がペルービアンヘアレスドッグとなり、肌の色が薄くても重い色っぽい方が本種である。また、そのしばらく後に、本種から、イズクイントリという、ややグレーがかった肌を持つ犬種が分化した。ペルービアンインカオーキットは、ペルービアンヘアレスドッグとは異なり、肌色が、とても薄いため日焼けに弱いため、暗くして、オーキットなどの花で飾った部屋で飼育されて愛玩され、 夜間の身外出を許されて散歩に行けたために上記のムーンフラワードックの別名を持つようになった。現在はとても希少な犬種になってしまったが、海外ではペットとして人気がある。また、ごく稀に肌の色がムラのないピンクの単色の犬が生まれることがあり、それは神の使いの犬と呼ばれて特に珍重されている。ヘアレスで目の上の感覚毛とヒゲ以外の毛は 全くない。しかし、時には頭頂に白い毛が生えているものもいる。肌の色は、ピンクの半を持つ薄い黒色で、肌の色が薄いものが好まれる。細身の、すらりとした体つきで、足が長く、長めの立ち耳、サーベル型のタレを。性格は穏やかで攻撃的な面はない。パウダーパフ個体は、全身が白っぽくて柔らかいスムースコートに、覆われている。水炎。 転換にかかりやすい。ありがとうございます。